本日も稽古でございました。子供たちも本当に疲れている中、ちゃんと楽しく通ってきてくれております。子供たちを可愛がり、可愛いな、よくできた、この子は良い子だ。誰でも自分のことをちゃんと可愛がってくれる人のことはちゃんと知ってくれております。髪の毛もちゃんと整えて、可愛いな、大丈夫だよ、ちゃんとサポートしております。まだまだ外と中の気温差、湿度は本当に子どもたちも汗ばんでおります。環境の良い場所でゆったり慌てないで楽しく学ぶことが一番です。本日も NHK のど自慢はじまり、はじまり。してくれます。ひそひそ内緒話。